はい、どうも、レキです。今日のテーマは企画。まあ、企画というと、まあ、普通の YouTuber、ゲーム実況者問わず、普通の YouTuber の人でも、まあ、いろんな企画、面白い企画をやってるじゃないですか。まあ、YouTube って企画ありきの、まあ、いろんな動画がね、面白い動画が作られていくわけなんですけども、まあ、かれこれ自分もいろんな企画をやってきました。面白い企画とは言えないかもしれないけど、いろんな企画やってきたんですよ。で、まあ、そこで言われるのが、お前もネタ切れだろう。ネタもうないんじゃないの、やりすぎじゃないって言われることがあるんですけども、まあ、正直、ネタを作ろうと思えばないとこから、1億個2億個ぐらいはもう俺はもういけるんですよ。今まで1000本以上動画出してんだけど、まあ大体企画だし、まあもうないとこから何か考えるの結構得意なんですよ。図工とか好きだったし。今日ツイッターの方でね、5分で撮れる企画募集。これは視聴者にサジを投げてみました。もうみんなに決めてもらおうかなと思って。まあ、考えれば自分でも出てくる内容なんですけど、まあ、たまにはちょっと他人の意見も取り入れてみようかなって思って、ね、ちょっと募集してみました。まあ、かれこれ5分くらい経つのかな？長い時間待ってるとね、とんでもない企画の内容とか、もしかしたら来るかもしれない。怖いから、ね、今のうちでツイート削除して、で、来たら、企画を今回ちょっと発表していきたいと思います。どんな企画が来たのか。みんなに見てもらえた。みんなが考えたのを見てもらえた。俺じゃなくてね。いつも自分で考えてるんですけど、人が考えたのをちょっと見ていきたいと思います。じゃあ来たやつ言いますね。ガチマッチ。まあ、確かに5分で、ガチマッチは終わるな。でも企画じゃない！カップラーメンを作って食べる。買ってきた。猫ちゃんの動画。猫です。可愛いです。相変わらず寝てます。ずっと寝てます。おはようです。蹴ってる。蹴ってたぞ、今。ひでおくんの歌を歌う。これ前撮ったやつだな。前俺が歌ってたの。ひでおくんの歌や。よーせい、ひでおどんどん出てくる。楽しく倒すぞ、俺悪魔。ひでお倒して、昼を稼いだら。ヒレオの逆襲、そりゃそうだ。ええー、とんでもないコメント見つけたわ。スプラトゥーン売ってみた。俺もスプラトゥーンできなくなっちゃう。